長い交際期間を経て結婚し、いざ一緒に住み始めたらあっという間に、愛が冷めてスピード離婚。そんなケースにあの夫婦も、なってしまうのだろうか。17日号の週刊現代が小室圭、眞子さん夫妻のワンルーム生活、限界説を伝えている。なかなか司法試験が通らない小室さんは、ニューヨークの狭い部屋の二人暮らしでも、眞子さんへの愛を保つことができるのか、その可能性を探ってみた。3度目の挑戦となるニューヨーク。司法試験の結果が10月下旬と迫る中、たった二人だけのニューヨーク生活に危機が訪れているようだ。恋愛学の講義で知られる早稲田大学教授、森川智則氏の著書、大人の不倫学によると、結婚にはまず出会いがあり、そこから恋愛感情が盛り上がって、頂点に達すると徐々に下がっていくという、森川氏は恋愛に関する高揚感を、恋愛バブルと名付けており、通常は出会ってから2年ほどで沈んでいくものなのだそうだ。ところが小室圭さんと眞子さんは、2012年に出会ってから実に、9年間もの交際が続いても、恋愛バブルがしぼむことはなかった。その間、眞子さんのイギリス留学、小室さんのニューヨーク留学で、合わせて5年間ほど、全く会えない期間があったにもかかわらずだ、二人の愛の強さが伺える。ところが森川氏曰く、一緒に住み始めると相手のあらが見えて、恋愛感情が冷めてしまうのだという。小室さんのニューヨーク留学で4年間も、会えていなかったとはいえ、初めての同居によって愛が、一気に病んでしまう可能性も否定できないだろう。マイナビウーマンが2019年に公表した、同棲して別れた女性の原因に関する、アンケートによると、別れた原因で多かったのが、マンネリ化、浮気された、生活習慣、金銭感覚のズレ、家事分担に偏りがあった、相手の欠点が目についた、だったという、これを小室夫妻に当てはめてみると、最初の2つ、マンネリ化、浮気されたはないとしても、残りの3つは大いに当てはまりそうだ。まずは、生活習慣、金銭感覚の違い。元皇族であった眞子さんと一般人である、小室さんに差が出るのは当然だろう。そして、家事分担に関しては、眞子さまもメトロポリタン美術館で、勤務しているとはいえ、小室さんが弁護士事務所で法務助手として、働きながら司法試験の勉強をしているため、ほとんどの家事は眞子さん担当なのではと想像できる。皇室という特殊な環境で育ち、ほとんど家事経験がない中で、家事を一人で担うのは精神的な負担も大きいに違いない。相手の欠点が目につくに関しては、4年間も会えなかったのに、いきなりワンルームで二人暮らしとなると、お互いの知らなかった一面が、見えてしまうのは致し方ない。さて、日本の町の不動産屋に行くと、二人入居か子供かなど、物件によって同性カップルが、入居できることを売りにしている物件も多い。しかし、実際に住んでみると、同性に向かない物件もよくあるパターンだ。例えば、6畳1間キッチン、バストイレ別という物件が、二人入居かであったとしても、基本的に一緒に生活する部屋は6畳間になる。布団を敷いてしまえば、別々にくつろげる居場所もなく、たとえ喧嘩をしたとしても逃げ場がない。また、よくあるのが、いびきがうるさい。寝相が悪い問題。これもワンルーム同棲の弊害の一つだろう。他人とベッドや布団を共有したことがない人にとって、これほど耐えられないものもない。さらに、歯磨きの時に舌を磨いた時の、おえが気持ち悪い。
顔を洗った時の水しぶきが飛びすぎ、タオルを曲げてかけるのが気になる。剃ったひげの粉が洗面台に散らばるど、洗面所での衛生観念の違いが夫婦仲を冷めさせる可能性は十分にある。そしてトイレでは、トイレットペーパーはダブルがいいのに、同居人がシングルを買ってくるなど、近くにいると細かいことがやたらと気になるものだ。ウォシュレットの水滴を拭かない問題、便器の蓋開けたまま問題もこれに含まれるだろう。特に小室さんの場合、司法試験の勉強があるため、狭い部屋に一緒にいると、なかなか集中できないだろうし、真子さんだって物音を立てないように気を使ってしまうに違いない。真子さんがテレビをイヤホンで聞いていた可能性だってある。もしかすると、試験に落ち続けているのは、このワンルームマンション二人暮らしが原因なのだろうか。だが小室圭さんには賞賛があるようだ。宮内庁は10月1日、眞子さまと小室圭さんが同月26日に結婚されると正式発表するとともに、眞子さまが複雑性 PTSD と診断されたことを明らかにした。精神科医の和田秀樹さんは、会見に同席した精神科医は、結婚について周囲から温かい見守りがあれば、健康の回復が速やかに進むと見られると発言しましたが、これは国民に誤解を与え、現実に複雑性 PTSD の症状に苦しむ虐待サバイバーに脅威を与える恐れがあるという。その理由とは、宮内庁は1日、秋篠宮家の長女眞子さまが複雑性心的外傷後ストレス障害と診断されたことを明らかにした。そのため、この病名がネット上で一気にトピックワードとなった。この病名については、秋篠宮家の側近部局トップの梶高春スベロギ氏嘱託医が眞子さまの病状について切り出し、精神科医で公益財団法人心のバリアフリー研究会理事長の秋山剛氏が会見に同席して、長期にわたり誹謗中傷を体験された結果、複雑性 PTSD と診断される状態になっておられると述べた。1991から94年にアメリカに留学して以来、この疾患に向き合ってきた私は、宮内庁のその後の説明を聞くにつけて腰を抜かすほど驚いてしまった。なぜなら、複雑性 PTSD とは、虐待のような悲惨な体験を長期間受け続けた人に生じる心の病であり、治療も大変困難なものとされているからだ。1970年代、ベトナム戦争で兵士が受けた心理的後遺症やレイプトラウマの研究が進み、1980年に発表されたアメリカ精神医学会の診断基準第3版に PTSD という病名が採用された。その後もトラウマ研究が進み、児童虐待のような長期反復型のトラウマ体験の場合は、もっと深刻な病状が生じることが分かってきた。当時のアメリカにおけるトラウマ研究の第一人者であるジュディス・ハーマンは、その主張といえる心的外傷と回復において複雑性 PTSD という病名を提起した。人格変化のために周囲の人が犠牲になることさえある。古くは永山範夫事件、あるいは大阪池田小事件のたくま死刑囚、そして山口県高一の母子殺しの少年など、子供時代などに虐待を受けた人物が起こす重大事件は枚挙に暇がない。銃社会のアメリカでは、虐待を受けた子供が将来重大犯罪を起こすことが多いことも、虐待を受けた子供を親元に返さない大きな理由となっている。眞子さまの場合、もし環境が変わり周囲の批判がなくなった結果、
結婚当初から妊娠中ではないかとたびたび噂のある小室眞子さんですが、最近は病院に通院している姿が目撃されたことにより、出産が確定したのでは？などと話題になっています。実際のところどうなのか、これから詳しく見ていきたいと思います。ニューヨークに渡米した後に就職したようですが、就職した直後職場に妊娠中だと伝えて、産前休暇を申請しようとしていたようです。体型も日本にいた時より、少しふっくらした印象があったため、徐々に出産説が濃厚そうだと言われています。なぜ妊娠中や出産が決まっているとまで言われているのか。小室眞子さんの日本とニューヨークの生活画像を見比べながらお伝えしていきます。小室眞子さんはニューヨークの大学病院に通っていることが報道され、中絶や出産などの憶測が飛び交いました。ですがそれだけではまだ妊娠だとは断定できません。妊娠中などと噂されるようになった理由をこれから細かく見ていきたいと思います。小室眞子さんは頻繁に大学病院に通院していたようです。しかし通院している理由は不明なため、知人のお見舞いの可能性や小室眞子さんが以前発症した持病の治療の可能性もあります。何より妊娠中なのであれば、お腹もだんだんと大きくなるはずです。なのでそれだけでは妊娠中とは断言できませんが、今回出産するなどと言われるようになった大きな理由の一つですね。ニューヨークに行かれてから小室眞子さんは少しふくよかになりましたね。病院に通院していたことも踏まえると妊娠中だと言われた方が納得はできますけれども、妊娠中なのかそれともニューヨークでの食生活の変化があったのか理由は定かではありません。30歳で結婚するということは、小室眞子さんの中で一つの区切りとされていたようです。小室眞子さんは妊活のことも考えていたようです。子供を何人か産みたいと言っていたようで、35歳以上の初産は高齢出産と言われているため、おそらく結婚を急いだのでしょう。小室眞子さんはどんな形でも、結婚をしたいと言っていたようです。それは納采の儀をせずに、皇室と断絶しても構わないということなのでしょう。それほどに小室眞子さんは結婚をすることに、重要視されていたということです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。皆さん、こんにちは。小室圭さんと眞子さんの引っ越し報道とともに、注目を集めているのは、圭さんの母の佳代さんのアメリカ滞在情報です。宮内庁は情報入手に積極的に動いていると言われていますが、具体的な状況はどうなのでしょうか。小室夫妻が暮らしていたとされる、ニューヨークヘルズキッチンの部屋は、11月中旬に空室となったと報じられています。夫妻は2021年に渡米して以来、およそ2年間ここで生活してきた。圭さんは通勤が便利な法律事務所、ローウェンスタイン・サンドラーに勤務していましたが、広さが40平米ほどの1ベッドルームということもあり、仮の住まいでしかないのでは、との見方もありました、と担当記者は語ります。実際圭さんは今年2月にニューヨーク州で弁護士登録し、年収は推定で約3000万円に増加したと報じられています。物価が高いニューヨークで、眞子さんが元皇族として品位ある生活を維持するには、それでは十分でないかもしれません。しかし、法務助手時代の年収600万円と比べてみれば、多少余裕ができた、と前室の担当記者が言えそうです。物件探しにも力を入れているようです。そこで新しい住まいとして選ばれたのが、ニューヨーク郊外の2億円の邸宅です。敷地は480平米で、3つのベッドルームと2つのバスルームを備えており、家賃は月150万円程度と言われています。この物件が具体的に浮かび上がったことで、新しい家族を迎えることを考えていると理解できました。
これまでの共同住宅は騒音などが気になり、子育てには不向きだったのでしょう、と担当記者は解説しています。新居として選ばれた邸宅は、新しい住人を迎えるために、リノベーションや清掃が進んでいるとも報じられています。宮内庁も当然、これに注目しているようです。どこであれ、自宅が変わる場合は、セキュリティ対策が必要ですし、報じられている物件でなくても、新しい家族を迎える可能性があるとして、その点も慎重になっているようです。と、担当記者は述べています。その中には、K さんの母、佳代さんも含まれるでしょう。K さんは佳代さんのことが心配です。佳代さんは体調不良を抱えており、父親も高齢なので体調に不安があります。ただし佳代さんとの同居には眞子さんが、一貫して反対していると伝えられています。と、担当記者は語ります。しかし、その状況に変化の兆しが見られるとされています。新しい家族が加わる可能性が高まるとき、佳代さんがある程度の期間だけ滞在するプランがあるようです。ただし、それは長期の同居ではなく、眞子さんにとって頼りになる存在となる可能性があるようです。と、担当記者は伝えています。2023年は、秋篠宮邸の改修工事と佳子さまの別居が話題となりましたが、年が明けても、両者の新居には注目が続きそうです。渡米から2年間、ニューヨークの高級マンションで過ごしてきた、小室圭さんと眞子さんの引っ越し報道には、何か変化が訪れているようです。実は10月の中旬以降、どのメディアも小室夫妻の姿を確認できていません。どこに雲隠れしたのか、まさに、行方不明なんです。在米ジャーナリストの報道だった、実は10月中旬以降、小室夫妻の姿はメディアに一切映らなくなってしまいました。かつて住んでいた部屋の契約は11月中旬で終了し、新しい住人が入居できる状態になっています。確かに小室夫妻は退去しているものの、その後の行き先が全くわからないのです。一体どこへ消えたのでしょうか？一部のメディアによれば、小室夫妻は以前報じられたように、ニューヨーク郊外の2億円の大邸宅に引っ越す予定だったといいます。しかしその場所でも彼らの姿は見当たらないと、近隣住民が明かしています。少し前まで作業員が何人もやってきて、建物の隅々まで念入りに下調べしていました。てっきり小室さん夫妻が引っ越してくるので、その前に大掛かりな改修工事をやるのだろうと思っていたら、内装を少しいじっただけで中断しています。ひょっとすると新居の場所が報じられてしまったので、リフォームの途中で急遽引っ越し先を変えたのかもしれません。だから中途半端なまま放置されているのではないでしょうか、と近隣住民が話しています。自宅だけでなく、K さんは勤務先の弁護士事務所にも出入りしていないとのことです。業務の関係で首都ワシントンへ転勤した可能性も噂されています。正式な事例が出るのは早くても年明けになるので、すでにワシントンに移っているとは考えにくい。おそらく新居を知られないため、早めに退去して、ホテルに移ったのだと思うのですが、どこにいるのか見当もつかないんです。前出の在米ジャーナリストの報道だった、小室夫妻はどこへ行ったのでしょうか。渡米から2年にわたり、マンハッタンの高級マンションに住み続けた、小室圭さんと眞子さん夫妻が引っ越すことが報じられ、その際に異変が起きているようです。実は10月の中旬以降、どのメディアも小室夫妻の姿を確認できていません。どこに雲隠れしたのか、まさに行方不明なんです。在米ジャーナリストの報道だった。これまでの住んでいたマンションの契約期間は11月中旬に終了し、21日からは新しい住人が入居可能な状態となっているとのこと。小室夫妻はすでに退去しているようですが、その後の行き先が全く明らかでない状況です。一部のメディアはマンションを引き払った小室夫妻が、ニューヨーク郊外の2億円の大邸宅に引っ越すと報じていましたが、そこにも姿を見せていないと近隣住民が証言しています。近隣住民の話によれば、少し前まで作業員が何人もやってきて、建物の隅々まで念入りに下調べしていました。てっきり小室さん夫妻が引っ越してくるので、その前に大掛かりな改修工事をやるのだろうと思っていたら、内装を少しいじっただけで中断しています。ひょっとすると新居の場所が報じられてしまったので、リフォームの途中で急遽引っ越し先を変えたのかもしれません。
だから中途半端なまま放置されているのではないでしょうか。自宅だけでなく、Kさんは勤務先の弁護士事務所にも出入りしていないとのことで、業務の関係で首都ワシントンへ転勤した可能性も考えられています。正式な事例が出るのは早くても年明けになるので、すでにワシントンに移っているとは考えにくい。おそらく新居を知られないため、早めに退去してホテルに移ったのだと思うのですが、どこにいるのか見当もつかないんです。前出の在米ジャーナリストの報道だった小室夫妻はどこへ行ったのでしょうか。眞子さんと熟考の末にまさかの決断へと進む異変の背後には新たな転居先が浮上しているようです。Kさんが勤める弁護士事務所ローウェンスタイン・サンドラの関係者が明かすところによれば、Kはワシントン D.C. へ行く可能性が高い。昨週に念願の弁護士資格を取得した後、Kはグローバルトレード&ナショナルセキュリティという部署に所属し、Gブリッジというプロジェクトチームに携わっている。このチームにいる系にとって、ニューヨークでできる仕事はほとんどないからね、と述べられています。Gブリッジは政府機関と企業の橋渡しをするチームで、アメリカが定める国際規定に抵触しないよう、企業に対してアドバイスやコンサルティングを行う主な業務があるとのこと。関係者は、当然ワシントン D.C. にある連邦政府とやり取りをすることも多い。だから、Gブリッジのメンバーはほぼワシントン D.C. にいる。チームの中心メンバーとして活躍したがっている系は、何としてもワシントン D.C. に行きたいはずだよ、と述べています。ワシントン D.C. には美術館も多くあり、眞子さんが学芸員の仕事を望んでいることから、首都への引っ越しにためらいはないと予想されています。ただし問題がないわけではなく、現地不動産会社の社員が指摘しています。ワシントン D.C. 中心部の家賃は、ニューヨーク以上のケースもあります。そのため住むなら郊外が現実的ですが、そうなると車が不可欠。当然計算だけでなく眞子さんも運転免許の取得が必要になります。今に至るまで引っ越し先が確定しないのは、ワシントン D.C. での部屋探しと車選びが難航しているからかもしれません、と述べています。小室夫妻の首都進出が具体化するのは、いつになるかは不透明ですが、彼らが新たなステージに進むために、様々な調整が行われていることが伺えます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。皆さん、こんにちは。日本の元皇族、アメリカ合衆国ニューヨーク州の弁護士の眞子さん。アメリカで極秘出産の真相や暴露されたヤバい性癖に言葉を失う、今日は眞子さんのことについて紹介します。まずは眞子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小室眞子は日本の元皇族、アメリカ合衆国ニューヨーク州の弁護士。小室家の妻、勲等は宝冠大綬章。なお眞子の眞の字は本来は人名漢字の眞の目の部分の重線を下に伸ばし、下の王線とつなげた字であるが、便宜上、人名漢字の誠と表記する。皇籍離脱前の御位は内親王で、皇室典範における継承は殿下、旧名、眞子内親王、御印は貴公茨であった、秋篠宮文仁親王と同妃典子の第一女子、金城天皇は叔父に、黒田清子は叔母にあたる、妹に加古内親王、弟に悠仁親王がいる。上皇と上皇后美智子の初孫。皇族時代の住居は、東京都港区元赤坂の赤坂御用地内にある秋篠宮邸。改修工事に伴い、2019年2月から結婚まで、御家宮所、二両親及び妹邸と仮住まいしていた。1991年10月23日、宮内庁病院にて誕生。同日、試験の儀。この時に父方祖父の第125代天皇明仁から授けられた守り刀は、重要無形文化財保持者に認定された住谷清峰の作。天皇明仁と皇后美智子にとって初孫であった、同年10月29日、命名の儀が執り行われ、父、秋篠宮文仁親王により、眞子と名付けられる。この名は、天性のものを失わず、
自然に飾ることなくありのままに人生を歩む願いを込めて命名された。1998年4月、学習院初等科入学、その後学習院女子中高等科に進学。この間、2005年頃からは日本国内を中心として両親の公務、接見に同行同座することが多くなり、最年長の内親王として国民の前に姿を現す機会も増えていた。高校時代のあだ名はまこしい。2006年8月3日から16日までの夏休み期間中、オーストリアのウィーンでホームステイをした。ホームステイ先は母方の祖父川島達彦の仕事仲間だったオーストリア人の家。かねてより美術や建築に関心があり、美術館やシュテファン大聖堂やシェーンブルン宮殿などの建築物を見学した。2006年には父文人親王の三重県訪問に同行して、伊勢神宮式年遷宮の行事川引きを視察、自ら行事に参加した。高等科在学中の2008年からは単独公務も開始している。日本産科婦人科学会によれば、35歳以上の初産は高齢出産である。皇室としては類例を見ない結婚から1年、小室圭さんは3度目にしてようやく試験合格を勝ち取り、ニューヨーク州の弁護士のスタートラインに立った。経済基盤の安定の目処が立ったので、いよいよ本格的に子供のことを考えたい。10月に揃って31歳の誕生日を迎えた小室さんと眞子さんが、そう決断するのは自然なことだろう。二人は少し前から妊活を意識していたようだ。今春、通院する眞子さんの姿や、病院付近にいる小室さん夫婦の姿が何度も目撃されている。眞子さんが足しげく通うのは、二人の住む高級マンションから車で十数分のところにあり、きめ細やかなメンタルケアに定評がある産婦人科です。メンタルケアもさることながら、分娩の技術も確かで、ニューヨークでは最高峰と言える産婦人科ではないでしょうか。アメリカでは妊娠中と出産時では別の病院にかかることが多いという、アメリカの出産事情に詳しい産婦人科医が解説する、日本のように妊娠中から出産までのケアを一貫して担当してくれる産婦人科ばかりではありません。妊娠中は日本でいうところの開業医のようなところにかかり、陣痛が始まると、主治医が提携している大きな病院に行って出産することが多いです。眞子さんの通っているところのように、妊娠中から出産までのサポートが完備されている産婦人科は、非常に珍しいと言えます。手厚い分、料金は高くつきます。実は眞子さんには、日本に心強い相談相手がいるという、愛育病院の名誉院長で、産婦人科医として多くの実績がある足立智子氏だ。彼女の存在にスポットが当たったのは、眞子さん第一子の鍵を握る、ジョイ、だった。足立氏が極秘渡米し、現地で複数回、眞子さんと接触し、妊娠や出産に関するアドバイスを授けたというものでした。時期は、くしくも、眞子さんが産婦人科で目撃され始めたのと同じ今春以降です。しかも、足立氏は典子様が、悠仁さまを出産された際の医療チームに入っていました。眞子さんがいよいよ妊活に本腰を入れたのでしょう。愛育病院は、セール科国際病院、山王病院、東京都港区、と並び、セレブ産院の御三家と呼ばれてきた。長い歴史を誇る動員は、出産初日から母子同室が進められるなど、スパルタなことでも知られる、動員と皇室との縁は深く、運営元の恩師財団母子愛育会は、昭和天皇が上皇陛下のご誕生を記念して創立された団体だ。高円宮妃久子様は動員で3人の女王を出産され、三女の森彩子さんも、第一子、第二子を出産している。中でも動員とのつながりが強いのは、長男。悠仁さまを出産され、前述の運営団体の総裁を務められている典子さまだという、2006年、41年ぶりの男性皇族ご誕生という、大きなプレッシャーがかかる中、典子さまご出産のチームを率いたのは、主治医を務めていた動員の中林正夫院長。チームには、産婦人科部長だった足立氏も加わっていた。万全を期し、
動員のチームは何度も秋篠宮邸を訪れたそうです。典子様は全幅の信頼を置かれていました。眞子さんと佳子さまも予防接種や定期検診のほか、風邪をひいた時などにも動員に通っていました。中でも足立医師は同性ですから、相談しやすいこともあったのではないでしょうか。初めての妊娠、出産には不安がつきものである。まして眞子さんの場合は異国の地だ。彼女の頭に妊活の2文字が浮かんだ時、真っ先に思い出したのが足立氏の存在だったのかもしれない。総領事館には小室家担当のスタッフがいると言われています。元皇族の眞子さんにふさわしい日本人の産婦人科医の候補を挙げるとなると、秋篠宮家のお抱えである足立氏に白羽の矢が立つのは当然と言えるでしょう。元皇族の眞子さんの出産となれば万全のサポート体制が敷かれるのだろう。総領事館はさらにリサーチを進めているという。足立さんの拠点はあくまで日本ですから、長期間そばにいてもらうのは難しいのでしょう。そこで総領事館は信頼できるアメリカの産婦人科医にも接触を図ったそうです。例えば幾度も VIP の日本人の出産に関わった経験もある A 氏、積極的に講演活動も行うアグレッシブな人物です。スポーツ好きな一面もあり、とてもフランクな人柄が好かれていますよ。勤務先も眞子さんの通う産婦人科とほど近いそうです。相談役の足立氏と A 氏のようなアメリカの産婦人科医を極秘出産チームとして据え、日米両面から全面バックアップをするため、総領事館は死力を尽くしているのでしょう。最高峰の産婦人科に通院し、足立氏を日本から呼び寄せ、さらにアメリカの産婦人科医にも協力を要請、出産に至るまでに一体どれほどの巨額費用が注ぎ込まれるのだろうか。アメリカの採用する出生地主義にのっとれば、眞子さんがアメリカで出産するとなると子はアメリカと日本の二重国籍になる。ただし日本の現行法では20歳までにどちらかの国籍を選ばなければならない。アメリカ国籍を選択すれば永住が可能です。また子が21歳になるとその親も永住権を得る資格が与えられます。永住権があればビザの問題を気にすることなく好きな仕事に就ける。世界最高峰のメトロポリタン美術館に就労を希望しているという眞子さんにとってはまさに理想的な制度ではないでしょうか。果たして費用はどのくらいかかるものなのだろうか。ちなみに厚生労働省によると、日本の2021年度の正常分娩の平均費用は自費で約47万円。そのほとんどは国が定めた出産育児一時金の制度によりカバーできる。眞子さんの通っているような産婦人科で出産する場合の予算は、現在のレートだと通常分娩なら検診込みで220万円、帝王切開となると300万円が目安でしょうか。それに加えてオプションの料金も発生するでしょう。例えばセキュリティ万全の VIP 病室に泊まったり、極秘出産チームに特別に動いてもらったりと、眞子さんの出産にはあまたの必要経費が発生するはずです。小室さんは合格を手にした、確かに年収は上がるのだろうが、それだけで出産費用は賄えるのだろうか。アメリカでは親の国籍はどうあれ、アメリカで出産した子供は無条件に市民権が与えられる出生地主義が取られており、子供が21歳になるとその親も米国永住権を獲得できる権利が生まれる。両親に米永住権をもたらす赤ん坊はアンカーベイビーと呼ばれている。しかしその制度を悪用し、妊娠中にアメリカに入国して出産する中国人をはじめとした外国人が増えたため、トランプ政権下で妊婦のビザ発給のルールが厳格化されることとなった。もしかしたら小室夫妻はこのアンカーベイビー作戦も視野に入れている可能性もありそうだ。結婚以前から米国籍を取得した場合の眞子さんの子供は日米の交流の架け橋になるのではと期待されていた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。